西名阪自動車道御在所サービスエリアから愛知県岡崎市を目指すレッドバロン本社工場見学ツーリング後半戦、ナビゲーターは最近メキメキ成長中の峰則恵。今回はいよいよ岡崎市を目指します。カリアハイウェイオアシス、めっちゃ良かったですよね。もっとゆっくりしたかった。来場者数ランキングがディズニーランドの次ですからね。今から岡崎向かいたいと思います。うち、ちくわ食べてさらにお腹空いちゃいましたあれが呼び水となってもうお腹グーグーなんで、次のお昼ご飯へ向かいたいと思います。お昼ご飯がこの岡崎インター降りたすぐのとこに、タイの国が公認の認めたタイレストランがあるみたいで、やっぱ女子はねアジア系の料理好きなんですよね結構。でそうなんです。で私もめっちゃ好きやし、かなり期待してます。はい、ここから東名高速に入ります。お腹ペコペコで岡崎市のタイ料理店ナムチャイを目指す峰。岡崎東名高速に入れば岡崎インターまではおよそ10キロ、あっという間です。トムヤムくん、タイ料理、岡崎着きました。岡崎インターを降りれば目的地ナムチャイは目と鼻の先。果たしてタイが認めるタイ料理レストランとは一体どんなお店なのか。どんな店かな。そうですよね、もう見えてるレベルですよね。タイっぽい、タイっぽいのあれちゃいます、あの赤いお屋根のあれちゃいますかねすごい、あ、これですね、ナムチャイ着きました。ナムチャイに着きました。もうなんかペコペコです。で見てくださいこれ、ほらタイタイタイめっちゃタイじゃないですか。ナムチャイは建物もアユタヤ建築を採用し、その雰囲気はまさにタイという本格的なタイ料理レストラン。ライダーを優しく迎える設備も整っており、ツーリングにもってこいのお店。さらに店内はもっとすごいことに。お邪魔します。超めっちゃすごくないですか。これ思ってた以上です。めっちゃタイに来たみたい、本場みたい。あれ、うち今日あれですよね、愛知県岡崎で降りましたよねナムチャイは外観、内装、シェフもタイ人という全てにおいて本物のタイにこだわったお店。さらにここ岡崎店はタイ国政府商務省認定のタイ料理レストランで、日本に3店舗しかないタイセレクトプレミアムなのだ。こちらがティーセットコースです。はい、ごゆっくりお召し上がりください。はい、うわこれあれですよね、トムヤムクン、これ知ってます、世界三大スープですよね。いい香りします、もう異国感漂ってますこの辺。いい香り。今回ミネがいただくランチは贅を尽くしたスペシャルメニュー、ピセートコース。トムヤムクンをはじめタイを代表する料理が存分に楽しめるコースメニュー。いただきます。タイが認める本場のトムヤムクン、果たしてお味は？あ、これはいい。このお店は本物のタイのシェフの方が作ってくれてるみたいで、本当のタイの味なんですけど、でも若干こう日本人向けにも作ってくれてるみたいで、うん、めっちゃ食べやすいです。多分タイ料理とかあんまりちょっと得意じゃないかもって思ってる人でもこれいけるかもしれないです。かなり食べやすい。エビのすり身揚げ、トートマンくん、あのトムヤムくんみたいなノリですね。くんがエビっていう意味らしいですよ。トートマンくん、うん、プリプリ、絶対美味しいと思ったこれ。うん、甘い。なんかタイ料理っていいですよね、こういうなんか味の幅がめっちゃある。こうカシューナッツとかこういうのも香ばしくて美味しいし、こう日本の料理じゃないものを食べてるって感じがします。これ、うん、
アロイです。大阪からあっという間にここまで来れちゃったんですけど、これはねかなりいいです。ツーリングここまで来て、ここでご飯食べて、すごいいいところに旅行に来た気分です。ナムチャイすごかったです。本当タイに行った気分。もう今お口の中もタイです。もう好きな人にはたまんないですね、ナムチャイ。で最終目的地レッドバロンの本社工場へ向かいたいと思います。ちょっと予想してて、私以前レッドバロンのカイザーベルグ城ヶ崎に行ったことがあって、そこにはバイクの絵が飾ってあったりとか、バイクのに関するちょっとアイテムがいろいろ置いてあったんですよね。だからなんかそういうテンションもあるのかなみたいな、こう本ちゃんのバイクだけじゃなくて、なんかプレミアのなんかやでとか。あ、ありました、レッドバロン本社工場、ここや。着いた。ついに今回の最終目的地レッドバロン本社工場に到着です。レッドバロンに着きました。はい、というわけでやっと到着です。レッドバロン本社工場で工場見学させてもらうんですけど、これは特別なことじゃなくて、レッドバロンの会員さんやったら事前予約で誰でも行けるみたいなんで、ちょっとねドキドキ楽しんできます。じゃあ行ってきます。レッドバロン本社工場に入りましたということで、よろしくお願いします。お願いします。今日一日、はい、本社工場の方ご案内させていただきます。めっちゃワクワクしてます。ぜひ楽しみにしてください。はい、ほらこれ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 。じゃあちょっとこの顔で、レッドバロンです。レッドバロンです。言ってくれた言ってくれた。じゃ ありがとうございます。見学前からテンションの上がるレッドバロン本社工場、いよいよその核心に迫ります。ここから工場の中に入るわけですけども、おいっぱいある。ここレッドバロンの技術部門が、はい、一堂に集結している建物になりますので、はいはい、エンジン専用保管ラックとか。そうです。今だいたいね2000機、2000機のエンジンがここに今在庫してあります。こういうことか、行ったらすごいねっていうのは。そうですね。バイバイクがある。次にご案内するのがレッドバロンの誇るコンピュータ総合診断機、アシダム。アシダム、はい、なんですけども、これはねですか、それ、この機械になります。へー、なんかかっこいい名前。はい、おお、なんか、はい、SF っぽい。おー、かっこいい。アシダム聞こえてる。このアシダムはパワーチェックだけじゃなくて、ホイールアライメント、それからスピードメーターの誤差とか、それからブレーキ性能のチェックまで、バイクに関することを総合的に診断するための装置です。なるほど。おー、かっこいい。すごい、もう何から何まで検査してくれる。そうですね、かなりの優れものですね。そうです、めっちゃかっこいい。で、ここが、はい、オートバイから部品を外して、はい、外した部品を、検品をして、OK だったものは磨きをして、はい、全てバーコード管理で、はい、棚にしまって、中古パーツとして保管されるんですけども、その中古パーツを保管しているエリアがこちらになります。おお、え、ここですか？ここっていうか、この端から、はい、一番向こう。あそこまで全部。え、ちょっと待ってください。あそこまで？あそこです。この端から中古パーツが全部。これ奥行きもめっちゃすごくないですか、これ。そうです。この奥も。奥か。全部。ここまで全部と。全部です。あそこの端まで。端まで全部です。ほんまに？ほんまに。ちなみに2階もです。2階もなんですか、はい、ちょっと。これこそがレッドバロンが全国で支持される原点となるリパーツパレット機種別管理倉庫。ここがまさにレッドバロンの心臓部とも言える場所だ。分かりやすく説明をすると、はい、棚のここ、はい、ここから、ここから
どこどこ？ここ。そこ。これは全部スズキのハヤブサの部品になります。全部。これがハヤブサ。全部ハヤブサの部品になります。はあ。でこういうのがこれはこれこれはこれっていうのが一機種ごとに全部あるんですね今。現在300機種あるんですけども、はい、将来的には主要なものをメインに1000機種ストックします。1000機種。これはすごいで。で、この中古部品はなんでこんな風な形で保管しているかって言いますと、いわゆるそのメーカーの部品の在庫義務期間が7年なんですね。なので、あの7年前に作られたオートバイっていうのはもうある意味メーカーとしては部品を持っていく義務はないので、場合によってはその部品がもう手に入らない場合もあるんですね。そうなった時にじゃあバイク壊れたらどうするのと、直せないじゃんってなった時に、そういうことか。レッドバロンのオートバイ乗ってる限りは修理保証という制度がありますので、それによって部品の確保できるので、そのオートバイに長く乗っていただくことができると。修理保証でずっと置いてくれてるんですか、部品を。そうです、そうです。そのためにずっと置いてます。すごい。え、でもそんなん言ってたらこれからどん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 もっと増えていきますよね。そのためにどん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 我々としては規模を拡大して、最終的にはパーツ180万点4000機種かなまでは、あの在庫を増やそうということで今一生懸命。そういうことか、はい、すごいですね。そうなんです。ラクラク、うさ。感動だらけのレッドバロン本社工場見学の未公開シーンはレッドバロンオフィシャルサイトツーリングナビで近日公開。お楽しみに。